君はまた厄介ごとに首を突っ込んでるらしいね。フランツさん、どうしてここに？フランツさんは私が呼んだの。あなたたち知り合い？ああ、そうさ。それで、中の様子は？カレイド社長とテオを見つけたけど、救出で。カレイドがアストロナジーをアイダの子に渡しただろ。どうしてそれを？他にもいろいろ知ってるよ。アイダの子は港にもスパイを送り込んでいた。だがそいつは衛兵が駆けつける前に逃走したんだ。そういえば前に港の下の小部屋でこそこそ話をしている怪しい人影を見かけた。あれがそのスパイってこと？俺はここに残って衛星部隊と一緒にアイダの子の残党を片付ける。君とミヤは今すぐ調査を始めてくれ。
フランツさんなら知ってるかも。はっ。よっ。フランツさん、こんなものを見つけた。これは厄介なことになりそうだ。どういうこと？本部ビルの掃討に成功して侵入者も全員捕まえた。でもテオとカレイドおじさんは見つからなかった。アイダの子がどさくさに紛れて連れ去ったのか。捕虜にした奴らはカレイド親子を捕まえる前に戦闘が始まってしまったと証言している。二人がどこへ連れ去られたのか、何者の仕業なのか。だが最も怪しいのはやはりアイダの子だ。君が見つけたノートにはアイダの子がここに作ったアジトが記録されていた。その数は相当なものだ。アジトは俺が調べる。テオたちが見つかるといいけど。私も連れてって。君が行っても足手まといになるだけ。俺たちにはまだここでやることがある。やることって？アイダの子がすでにアストロナジーを入手しているとなれば、俺たちも別の手を考える必要がある。カレイドはこの港でのアストロナジーの売買を禁じている。だがすぐそこに闇市がある。予備のアストロナジーを手に入れたいならそこに行くしかない。ヒルダとミアは俺についてきて、闇市に偵察に行こう。トラブルがあっても臨機応変に対応するんだ。ちょっと、私を誰だと思ってるのよ。じゃあ、まあそういうことで。
Thank you.